岩見交通株式会社は、島根県松田市に本社を置き、道県西部を中心に路線バスを運行する企業。岩見地方全域での一般路線バスの運行のほか、岩見地方の主要都市と広島市を結び、引用連絡の動脈となっている複数の特急バスを運行している。路線バスにおいては、世界遺産に指定された岩見銀山の観光客輸送を担っており、一部の路線は、 岩見地方と交流のある山口県萩市北部まで乗り入れる。車両は高速路線向けの大型車と一般路線向けの中型車や小型車を導入している。大型車は三菱不走エアロバス及びエアロエースを導入していたが近年はイスズガーラに切り替えられている。中型車は三菱不走エアロミリ MK 及びエアロミリ MJ を導入していたが近年は イスズエルガミオノに切り替えられている。小型車は三菱不走エアロミディ ME を導入していたが、近年は日のポンチョへの置き換えが進んでいる。英年にわたり、阪神電気鉄道が大株主の一つであったが、阪神時代から連結非対象の関連会社の扱いにとどまっていた。阪急、阪神経営統合後は、阪急阪神ホールディングスが、 阪神の保有株式を承継していたが、2010年3月期の阪急阪神 HD 決算資料からは、岩見交通が関連会社である旨の記述がなくなっており、公式サイト等でも阪急阪神ホールディングスグループとしての記述もない、ため、現在の阪急阪神 HD の株式保有状況は不明。マスダの古くからの市街地は本社前からマスダ以時の区間にあり、 マスダ駅から東に離れているため、マスダ地区の各路線が集中する。高速バス浜田線、浅利日公用車両詳細な運行案内は、外部リンクの岩見交通サイトを参照のこと、内は共同運行会社。路線バス路線バス路線バス詳細な運行案内は、外部リンクの岩見交通サイトを参照のこと。マスダ営業所管内浜田営業所管内剣道を経由するルートと、 国道9号線を経由するルートに大別される大田営業所管内。ありがとうございます。